ていう雰囲気だったんですが、最後までね、7回の裏何回2アウトからランナー2人を置いて門田の一発です。これも山内はもう7回に入りましたね。またここで急になんかこうへばってたような感じでね、この辺り140球投げてますからね、はい、かわいそう。回の表先頭バッターの門田、今までノーヒットだったのがね、はい、これがもうホームランになっちゃって、許した初ヒットが初ホームランという、そうなんですよね。これやっぱ門田ね、素晴らしいバッティングで、まあこれはね、田中しょうがないですね、脇を締めてうまく打ってますね。ドイルが倒れた後のその門田、マイエンド2からの4球目大きい当たりでしたね。これがプロ球界でね、ファンがやはりホームラン期待度というのは門田がナンバーワンではないかと思いますね。今もね、力で向かっていったんですけどね、完敗ですね。素晴らしいホームランですね。7号ホームランで2点を先取します。さあ門田、ワンツーからどうですか。大きいですよこれ、打ち方もね、まあ、門田独特の打ち方ですね。もう左ピッチャーであれだけ筋がずっと入ってるっていうのはね、なかなかいないですよね。8号ツーラン5対0、まあ、門田真ん中のカーブ、あの球なら打てるかあっさり言ってるわけですかね。そうですね、門田です。まあ、思い切って投げたストレートをもう本当に完璧に打ち返されて、はい、これが新人頭脳にプロの恐ろしさを教えたと言ってもいいでしょうね、はい、1対0で南海が先取点を挙げました。バッターは門田です。その初球、今度はカーブですね。もうこれも完璧ですね、はい、タイミングがスイングもすべてもう100点満点、はい、これから量産体制に入るんじゃないでしょうかね。この第10号のツーランホームラン、1ゲーム2本は今シーズン初めてです、ね、はい、さて2回裏南海の攻撃、この回の先頭4番門田、2球目でした。まあ、今日の真柴はね、立ち上がりから非常に球のキレが悪くてね、はい、苦しいピッチングについてましたね。まあ、打ったのはストレートですけども、打った瞬間ね、門田らしい一撃でした、はい、門田ライト場外へ、筒江のツーベース、大宮の2点タイムリーで12対4としました。そしてその裏、南海は先頭の門田が 2-3 の後、まあ、これ打ったのはね、門田らしい一撃なんですけど、右足に体重がかかったんですけどね、はい、それを完全にね、体を止めてね、さらに2アウト後、4番門田が初球真ん中低めのストレートをすくい上げてセンターバックスクリーン右へ豪快な15号アーチ。この回2点を挙げ3対2としました。ワンアウトは取りましたが、4番の門田、ワンツーから4球目、外側からカーブが真ん中に入ってしまいました。まあ、西田にとっては非常に実にまあ悔やまれる一球だったんではないでしょうか。6月16日以来の門田の18号スリーランで、1番の山本和則にデッドボール、そして門田です。ワンサイツーボールからの4球目、外寄りのスライダー、ライトからレフトへ吹く風に逆らわず第22号、たちまち2対2の同点です。2回3回とノーアウト1塁のチャンスをもの、1塁2塁で門田、実はピンチヒッターです。左膝の故障でベンチにいた門田でありますが、ピンチヒッターで登場してきて、素晴らしいホームラン、真ん中からこれインコースに入ってくるカーブですね。まあ、久保とすれば完全なるこれ失投でしょうね、はい。まあ、それにしましても何回はですね、1回の5失点ですけど、これをよくひっくり返しましたですね。そうですね、第23号門田です。そうでした、まあ、これは変化球なんですがね、松沼もね、この一発は振りましたがね、2回からは、さあそして門田です。これはワンエンドツーから、これね、見送ればボールのこのストレートだと思うんですけども、このベテランのねバッターにこの抑えるボールをよく投げるなって言いますよね、でもこの門田選手はこの速いボールでもこう関係なしに、はい、ただただこうなんかこう敬服するばかりです ね、 そうですね。私の隣で見てたあのバッティングピッチャーの坂田君がね、あのおっさんはバケモンですよって言ってましたよ。1塁2塁で4番の門田、ワンボールからすごい、いや打った方もすごいけど、やっぱり投げた方もすごいですよね。ど真ん中ですから、はい、やはりボールが続くとね、いくら渡辺といってもああいう球がいってしまいますけどもね、まあ、本当にバランスの悪いピッチングですよね。門田11号スリーランで3対0となりました。そして通算550号ホームランにあと1本の門田、次の2球目です。右に左にホームラン、今日の先制ツーランは大野
10回の裏ツーアウトから2三振の角田を迎え、ストライク空振りとして3球目全席柴田沈めました。結局大栄光